どうも、F 東です。今回はイジングモデルについて平均マキンジを用いて計算したいと思います。まずイジングモデルとは何だったかと復習しますと、原子のスピンを計算するモデルであります。で、それぞれの公式のスピンの向きを考えることで K 全体としてどのように振る舞うか表現できるモデルであります。で、ハミルトニアはこのように与えられまして、このシグマっていうのは最近接公式のミノワ、シグマ i、シグマ j はそれぞれ公式点 i、j のスピン変数であります。ということで、イジングモデルでは、公式点の、隣り合った公式点の相互作用について考えます。で、直感的に考えると分かると思いますが、公式点が増えますと、スピンの相互作用を当然多く考えなければなりません。でそれが関係して、前回は1次元の場合を厳密に解きましたが、1次元や2次元の場合はイジングモデルは厳密に解くことができます。ただ3次元以上になると厳密に解くことができません。ではじゃあ、高次元の場合でイジングモデルを用いるにはどうすればいいかと言いますと、厳密に解くことができませんので、何らかの近似を行う必要があります。具体的にどうするかと言いますと、隣のスピンの影響を平均的に取り扱います。例えばこのような図のような二次元正方格子の場合、このシグマ i ということで公式点 i に着目しますと、隣り合ったスピン、総合視点っていうのは4つあることになります。で、この4つのスピンの状態っていうのは通常バラバラです。ただそれだと相互作用を考えるのが大変なので、このように考える。すなわちこのスピンの状態っていうのは時間的にも空間的にも平均的に値、同じ状態であると近似します。そうすることで、このシグマ i の比を考えることで、同じ状態であると考えてますので、スピンの振る舞いが分かることになります。で、このような近似を平均マ近似と言います。で、簡単な図で表してやりますと、当然スピンの状態は公式によってバラバラですが、そうではなくて平均的に取り扱う。ってことで、ある種の例えば上向きあるいは下向きの磁場が働いているように見えます。では実際に計算で確認したいと思いますが、まずはスピン変数をこのように表したいと思います。この括弧のやつが平均値でありまして、その平均値からのズレを揺らぎとしてこのように表すことを考えます。で、今回はこの揺らぎの値は十分ちっちゃいと考えます。ということで、まずはこのシグマ i、シグマ j について、こちら移行して代入してやりますと、このような式になると思います。で、展開してやりますと、このような式になると思います。ここで先ほども言いましたが、これは平均値でありますので、公式点について同じ値であるということで、シグマ i、シグマ j は同じ値でありますので、改めてシグマとしています。で、ここで今回揺らぎの項は十分ちっちゃいと考えてますので、この揺らぎの事情の項を無視してやりますと、このように書くことができます。で、ちょっとシグマシグマでめんどくさいので、ここをミクロな時価ということで M のバーで表してやりたいと思います。そうしますと、ハミルトニアンっていうのはこのようにまず近似することができました。では次にここの部分について、変形といいますか、この揺らぎの部分をもう一度、シグマの変数で代入してやりますと、このように変わることができます。で、こちらまとめてやりますと、このような式になると思います。この M の事情が2個でできて、この M の事情とキャンセルされて1個だけ余分に出てくると。ということで、ハミルトニアンは近似的にこのように表すことができました。で、ここでこの第1項及び第2項について分解してやりますと、このような式になります。ここでこのシグマのこの値ですが、このシグマは先ほども言いましたが、最近接公式点のミノワということで、ちょっと具体的に先ほどのこの正方格子を使って考えますと、ここの格子に注目しますと、2次元の場合は1、2、3、4個あると。で、ここの格子点についても、ちょっとこっちの図書いてないんですが、1、2、3、4個ありますので、もしも格子数が n 個ある場合は、4×n 個ということで 4n 個になりますね。ただ、例えば、この4つ項の方に考えましたが、こっちに対してこっちの1個と、またこっちに対してこっちの1個で、すなわちこの重複ってのが2回起きていることになります。で、それぞれのこの
つながっている部分に対して、重複が2回ありますので2で割ってやる必要があります。したがってこのシグマの値っていうのは2分の、ZN、先ほど A4 って言いましたが再近接交始点の数を改めて Z って呼んでありますと2分の ZN と書くことができます。で次にこっちの方ですが、こっちにつきましては、まあ、シグマ i、シグマ j とありますが、例えばこの真ん中をシグマ i ということで、交始点 i としますと、シグマ j っていうのはまあ1、2、3、4個になりますね。ということで、1つの交始点 i に着目したときに、スピン変数シグマ i っていうのは、2次元の場合は4個。まあ、一般的に考えると z 個になります。で、それっていうのが全ての交始点。1から n 個まで全てで当てはまりますので、ここの式っていうのは、はい、z を用いてこのように書くことができます。まあちょっと言い忘れましたが、この m っていうのは平均値、まあ、期待値でありますので、この ij によりませんので外に出しています。はい、ということでハミルトニアンはこのように近似的に書くことができました。改めて平均馬近似を用いたハミルトニアンで表してやりますと、まあ、このようになります。この MF っていうのはミーンフィールド、平均馬近似の略です。では、ハミルトニアンを用いて分配関数を記述してやりたいと思います。まあ、分配関数はこのように書くことができまして、で、ベータは KBT 分の1です。で、まあ、大丈夫だと思いますが、まあ、例えばエクスポネーシャルのこの型っていうのは、掛け算で表すことができまして、まあ、それぞれについてエクスポネーシャルのプラス及びマイナスが出てくる。それはハイパーボリックのコサインで表すことができますので、このような式で与えられることになります。はい、ということで分配関数は記述できましたので、今回はスピンの状態について考えるためにスピンの期待値について考えます。ということで、例えば交始点 i のスピン変数の期待値について考えますが、まずこちらっていうのは、はい、このように計算することができます。まあ、正準集団の方法とかであったと思いますが、統計力学的期待値は正準分布関数を用いて、まあ、このように書くことができましたね。で、まあ、ちょっとここら辺は飛ばしたいと思いますが、この交始点 i 以外の部分については、1となりましてキャンセルされますので、まあ、この i の部分について考えればよいと。ここでこの zi っていうのはこのように表しています。で、このエクスポネンシャルの部分はまあ大丈夫だと思いますが、分母及び分子でキャンセルされますので、もう何です。ということで、まあ、こちらを計算してやりますと、まあ、エクスポネンシャルのプラス で、マイナスのエクスポネンシャルのマイナスでありますので、分子はハイパーボリックサインとなりまして、従ってハイパーボリックタンジェントとなります。で、また、このスピンの変数っていうのは今回 M のバーで表していますので、このような式になります。したがって M バーイコールハイパーボリックタンジェントのまあこのような式ということで、 M バーにおける、まあ、すなわちスピンの期待値の、方程式が表すことができました。はい、ということでスピンの期待値についてこのような関係式で表すことができましたが、この式を自己無動着方程式、セルフコンシステント方程式と言います。で、まあ、あとはこの方程式を解く、 M について解いてやることで、スピンの期待値について、スピンの状態について考えることができます。まあ、もうちょっと、分かりやすいように変形してありますと、まあ、例えばこのハイパーボリックタンジェントの引数の部分を x で変数変換してありますと、このような式で表すことができます。まあ、これってのはすなわち、y イコールハイパーボリックタンジェント x と y イコール、まあ、このような βjz 分の1の傾き向きを持った直線との交点ですね。その交点ってのが解になることがわかります。ではじゃあ実際に見ていきたいと思いますが、まずハイパーボリックタンジェント x ってのはこのような青の曲線で表しました。で、こちら、先ほども言いましたが直線になりまして、で、例えばこのような傾きの直線の場合は、交点ってのはこの y イコール0、あ、すみません、x イコール0のみが解であります。で、どんどん傾きをちっちゃくしていきますと、まあ、このようになりまして、今度は x イコール0と、まあ、その x が0じゃないところでも解を持つことになります。ここでこの y イコールハイパーボリックタンジェントについて、
まあ、1回分してありますと、このような式になりまして、x イコール0を代入すると、まあ、ハイパーオレクサインは1でありますので、y' っていうのは1ということで、ハイパーブリックタンジェント x の、x イコール0での傾きっていうのは1になります。したがって、この直線の傾き、βjz が、1よりも大きい場合は、まあ、すなわち傾きが大きい場合は、交点が1個ですが、βjz 分の1が1よりも小さい場合は、このようになりまして、交点が3つあります。まあ、すなわち x がノットイコール0での解が出てきます。まあそれは言い換えますと、x というのは今回このように表してますので、まあ、この βjz で割ってありますと、m がノットイコール0の解が生まれることになります。で、m っていうのは何だったかと言いますと、スピンの変数の期待値ってことで、ミクロの時価であります。ということで、マクロ的に見ますと、まあ、この傾きが1よりもちっちゃい場合は、マクロで見た時の時価ってのが生まれることになります。では、じゃあその境を見るために、境の部分っていうのは先ほども言いましたが、傾き1でありますので、イコールで結べばよいと。で、ベータっていうのは KBT 分の1で、で、この傾きちょうどのところを TC と表してありますと、このような式になります。ということで、傾きが1になるところの温度、まあ、すなわち転移温度 TC っていうのは、このように表すことができます。なので、まあ、一旦まとめてやりますと、T が TC よりも高温の場合、まあ、すなわち先ほど見た傾きが1よりも大きい場合っていうのは、ミクロで見た時の時価、スピン変数が0のみの解、まあ、すなわちマクロで見た時に時価は現れないことになります。逆に T が TC よりもちっちゃい場合、まあ、すなわち先ほど見た傾きが1よりもちっちゃい場合は、スピン変数がノットイコール0の解も現れる。すなわちマクロで見た時に時価が現れる解が出てきます。では次に、転移温度 TC 近傍での時価の振る舞いについて見ていきたいと思います。まあ、すなわち M の振る舞いについて見ていきたいと思いますが、ここで準備のために TC 近傍での時価の振る舞いを見るためにこのような変数を定義します。ΔT イコール TC-T。で、T がまあ TC よりも大きい場合は、先ほどみたいに時価が現れませんので、M はノット、すみません、M は0。ということで、TC よりもちっちゃい t から TC に近づけていくことを考えます。まあ、なので、この値としては1、0よりは大きいですが、1よりも十分ちっちゃい値とします。で、これを用いてやりますと、先ほど見た βjz、まあ、すなわち KBT 分の ZJ っていうのは、T 分のまず TC で表すことができまして、この部分が TC ですね。で、ちょっと変形しますと、このような式で表すことができます。で、そうしますと、ここの部分は t 分の t なので1。で、ここの部分は delta t で表すことができますので、t 分の tc っていうのはこのように表すことができます。で、さらに転移温度 tc 近傍を考えていますので、この t の部分については、tc と置くことができます。では、じゃあ先ほどの式を用いて、この自己不動着方程式を変形したいと思います。まず、ハイパーボリックタンジェントっていうのは TC を用いてこのように書くことができまして、マクローリン展開を用いますと、x-3 分の 1x3 乗となると思いますので、はい、このような式で表すことができます。で、これを M の式で直してやりますと、はい、このような式になると思います。で、先ほど見た t 分の tc ってのはまずこのように変形することができまして、分子に代入してやりますと、1をキャンセルして tc 分の delta t。delta t ってのは tc-e でしたね。で、分母については、まあ、ちょっと荒っぽい近似ですが、tc 近傍を考えていますので、この t を tc に近づけてやりますと、まあ、1と近似することができます。したがってまとめますと、m の2乗っていうのは 3×tc 分の delta t と表すことができますので、ルートを取っ払ってやりますと、このような式に近似することができます。ということで、tc 近傍での、この m バーの振る舞いっていうのは、ルートの tc-t に依存します。では最後のこの m バーについてグラフ化したいと思いますが、グラフ化してやりますと、このような形になります。この黄色の点線が先ほどのルートの式になりまして、
この式ですね。この式を描画しますと、この点線になりまして、この自己無動着方程式を数値的に解いたものがこの青の曲線になります。で、まあ、TC 近傍の振る舞いは一致していますが、まあ、どんどんずれていることがわかると思います。で、この t イコール0のこの交わった部分の値は1になりまして、まあ、理由といたしましては、t を0に近づけてやりますと、まあ、ベータは無限大に発散してやりますので、まあ、ハイパーボリックタンジェントはまあこのような形であったと思います。まあ、無限大に発散してやりますと、m バーが正の場合は1になりますので、まあ、この値というのは1になります。まあ、今回、t イコール0、低音での、振る舞いは見ませんでしたが、まあ、計算すると、エクスポネーシャルのマイナス t 分の1に依存する形になると思います。まあ、良ければ計算してみてください。ということで、今回はイジングモデルについて平均馬金乗を用いて計算しました。今回以上になりますが、ちょっと補足として、今回点4度 TC っていうのはこのように表すことができました。で、Z っていうのは最近接交始点の数ということで、まあ前回考えた1次元のリングの場合は2、正方向子の場合は4、で、3次元の場合は6となります。ただ、前回の1次元の動画で見たように、イジングモデルの1次元の場合は相転移っていうのは起きません。で、2次元および3次元については、数値計算で TC を求めてやりますと、まあ、およそ 2.3 および4.5 となります。ということで、まあ、このズレっていうのはどこから起きるかと言いますと、今回、イジングモデルを計算する際に、このような式を考えましたが、でこのような式を考えたときに、この揺らぎの事情については無視しました。で、次元を上げると最近接交始点の数が増えますので、揺らぎの効果がちっちゃくなることから、この2次の起用を無視しても十分良い近似になります。ただ、まあ逆に言えば低次元の場合は揺らぎの効果は大きいですので、この事情の項を無視したことによる、誤差っていうのが大きくなりますので、まあ1次元の場合は、このような齟齬が起きることになります。あとは、まあ今回のイジングモデルの平均馬近似についていろいろな問題がありますので、また計算してみてください。はい、ということで今回は以上になります。